のドリフティ君、これが何かわかるかの。あ、これはブースターじゃ。いや違います、そうじゃ、ブースターじゃの。あ、そうですか、はい、あれじゃの、ブースターがいっぱい捕まっていて、はい、うん、どれ、わしが助けてやるとしよう。なるほど、じゃあ行くぞ、ピッピガチュー。大木高瀬なんですね。ピッピガチュー、わしが大木高瀬じゃ。君がポケモン博士のトリッピー君と聞いておるの。はい、まあまあ、そんな博士の知識はないんですけど。ポケモン博士なんじゃろ、はい、わしも。これはブースターじゃないってことで、これはブースターじゃの。どっからどう見てもこれはブースターじゃの。大木博士、なんかこれすごいいいですよ。サービス代で買ってますよ。サービス代、何が下がっちゃうのか。おお、だった。あ、もうこれ何、おお、下がる気がしてるの。サービだ。俺はブースターじゃぞ。ブースターじゃないですよ。俺はどう見てもブースターじゃ。違います違います。じゃあまた野獣を入れるとするかの。もうポッケーじゃの。これブースターがね、捕らえられておるんじゃの。人間たちはこうやって遊ぶのか。まったくポケモンなんじゃと思っているんだ。ポケモンです。ポケモンです。150匹しか知らないんじゃないですか、もしかして。151匹じゃポケモンは。あ、違いますよ。151匹しかおらんの。違います。お、でも、オケモンさん浮かびます、これかなり。これはブースターなんか、炎タイプのポケモンじゃからの。あ、そういうことですか。炎タイプのポケモンじゃからの。水タイプには弱いんじゃ。なるほど。決して弱点はつけないんじゃ。行くぞ。君はなんかポケモン博士らしいが、どれくらい詳しいのかの。あ、まあ普通にあの初めて遊んだゲームがポケモンなんですよ。初めて遊んだゲーム。博士ならシギバナ、シギバナもらいました。あのキモガエルをあげたの。キモガエルをあげたの。キモガエルって両方逆立ちしてしまったの。足元が嫌いなのかの。いや、こうやって人間たちはな、本当にモンスターボールにもポケモンを閉じ込めるし、こうやって娯楽の道具にもするし、全く人間というのは残酷じゃ。本当に残酷じゃの。ちなみに、まあ、これはブースターじゃん。あ、先生、このブースターは、このブースターじゃぞ。こんななんかブースター二足歩行しましたっけ。ブースターはたまには立つんじゃの。たまには。あ、なんか補充されてきたの。後ろの個体が補充されてきたの。本当だ。俺の。なんか俺が知ってるあのポケモン図鑑にはこれパーモットって。なんじゃそれは。ポケットモンスターは150匹しかおらんぞ、トリッピー君。わしはポケモン博士じゃ偉いんじゃ。わしの研究が正義じゃ。すいません。だけど、なんかそんないろいろな学説を唱えてるやつがいるかな。七日窓とか、あと小田巻とか言った、はいはいはい、エセ博士かな、最近ブルー君の。これ、本当に難易度下がってますよ。あれは、まあ、これはね、もう人間のね、悪いところが全部出てるの。わしだけはポケモンの味方じゃ。今、助けてやるからの。博士、集中して。一匹が十。やっぱりいいかも。こういうのはな、俗に言う確率機というやつが集中しなくても取れるんじゃ。難易度下がってるから。難易度は下がってる。これはガッチリ掴んでおるの。明らかに。おー、ピピガチュー。おー、ブースターじゃん。ブースター、ゲットじゃぞ。ブースターあげぞ。ブイブイブイ。ブースター。おー、ブースターじゃん。ほら、四足歩行せんか。四足歩行で。あれかんか。ほら、解放者してるよ。解放者してるよ、お主。その辺のポケモンは。俺は。俺は何じゃな。俺とかは何じゃの。あれじゃ、あれじゃ。これジュゴンじゃ。ジュゴン。ジュゴンのこれは何じゃ。ゼニガメっぽいがな。なんかカラリンがゼニガメっぽいが。もうゼニガメとかじゃないかしら。ゼニガメじゃ。ジュゴンとゼニガメか。ゼニガメじゃ間違いないな。これは何のポケモンじゃ。ガンモンとバタモンですね、これ。あ、なこれ、これ何だったっけ。ちょっと待って、俺がどうするした。こいつ何だったっけ。ガブモンだ、ガブモンだ。ガブモンじゃ。わしは知ってるぞ。あ、なんでわしは知ってるぞ。ポケモン以外は知ってるんですか。わし知ってるぞ。こいつはデジマデジタルモンスター。それ知ってるんだ。弱してデジモンじゃ。弱してデジモンじゃ。それは知ってるんだ。おー、じゃあこいつは連れて帰るからの。かわいいブースターじゃ。かわいいブースターじゃ。こいつはな、もうあの大文字とか覚えさせてお前の家を焼き払ってやるからの。じゃあ帰ろうの。今日も元気に一匹勝ち。怖い、この人怖いな。あ、すごいすごい。あ、すごいことしてる。バイバイ。かわいい。